ヘネス8世エネスはドイツのプロサッカークラブである一 FC ケルンの公式マスコットキャラクター。本物のヤギの一個体がマスコットに任命されるのが特徴で FC ケルンのホームゲームにてスタジアムに登場する。その名前は FC ケルンの選手、監督として活躍したヘネス・バイスバイラーにちなんだものである。年に初めてエネスと名付けられたヤギが登場して 以来、死亡や引退とともに次のヤギに、マスコットとしての役目と、ヘネスの名を継承し、現在は、ヘネス旧姓がその任に当たっている。日本語報道では、ヘネスの表記揺れもある。ヘネス専用移動車1、FC ケルンは、ドイツノルトベストファー練習ケルンをホームタウンとして1948年に、設立された。現在では、ケルン最大の総合スポーツクラブであり、 男子サッカー部門は、ドイツ分でスリーが初代王者を獲得した古豪である。1950年に、初代へ、ネスが、クラブに寄贈されて、次第に、クラブのマスコットとして親しまれるようになり、ヘネスが死亡した1966年には、名前とマスコット役を次のヤギに受け継ぎ、それ以来現在まで代を重ねている。歴代のヘネスに、血縁関係はない。また、 FC ケルンのクラブエンブレムは、設立当初は丸い赤字にケルンを代表するランドマークであるケルン大聖堂のシルエットを描いたものであったが、初代へネスがクラブで飼育されるようになって、以来、従来のエンブレムの上にヘネスが前足をかけたデザインが追加され、1954年の DFB ポカール決勝において初めて試合用ユニフォームにもヘネスが描かれた。以降、 ヘネスのデザインは現在まで微調整を経ながら使用されている。現在ではドイツにおいてサッカーの文脈でヤギといえばそれだけで FC ケルンを指すほどである。現人のヘネス9世は2018年2月24日生まれベータースハーゲン出身のブンテドイチェ・デルジーッチという品種のオスヤギである。普段は ケルン動物園にて引退した前任者のヘネス・パッセイラと同居しており、FC ケルンのホームゲーム開催の日にはクラブが所有する専用の移動車に乗って本拠地のラインエネルギー・スタディオンに出勤するほか、各種のイベントや動画などに出演しクラブの PR に当たっている。試合中は名前の刺繍された特注の蔵を身につけて世話役の職員と共に入場し、 ケルンベンチの脇に繋がれて試合を見守る。ヘネスがスタジアムなどに出かけて、不在の間は、ケルン動物園のヘネスの厩舎に旗が形容されて、来園者にわかるようになっている。厩舎の内外に設置された、ウェブカメラを通して、ヘネスの日常生活を観察することも可能である。ファン投票によって選ばれる FC ケルンの月間、最優秀選手には、金のヘネス像が贈呈され、 2016年9月度には、当時 FC ケルンに所属していた、日本人 FW である、大迫祐也も獲得したことがある。また、FC ケルン公式サイト内では、リンク切れページにアクセスすると、MHHHH の見出しとともに、このページは消えちゃったか、僕が食べちゃったかもしれませんという NS からのメッセージが、表示される404ページに転送される、 というジョークが仕込まれている。ヘネス・バイス・バイラー日本では、奥寺康彦の才能を見込み日本人初の、ブンデスリーガプレイヤーとして、FC ケルンに獲得した指導者として知られる。飼育員とヘネス発生、FC ケルンの創設から約2年が経過した1950年、ケルンを本拠地とするサーカスの団長カローラ、ウィリアムズから、クラブの幸運の象徴として一匹のオスヤギが、 寄贈されたこのヤギは、当時の監督兼選手であったヘネス・バイス・バイラーに、ちなんで、ヘネスと名付けられ、クラブのペットとして飼われることとなった。ケルンのホームゲームで常に、ピッチ脇に佇むヤギの姿は、次第に、クラブの象徴となり、ほどなく、前述の通りクラブエンブレムに、ヘネスの姿が追加されるに至った。1966年、初代エネースは死亡し、 クラブは新たなマスコットとして別のヤギを飼うことにした。しかしこの時、初代のヤギの名の由来となったバイスワイラーは FC ケルンを離れ、ケルン体育大学の講師としてサッカー指導者の育成に携わる傍ら、同じノルトラインベストファー練習のライバルクラブであるボルシア・メンヒ・エングラートバフ派の監督を務めていた。このため、2匹目のヤギにはオスカーなど、 別の名前も検討されたが、結局は、ヘネスの名を引き継ぐこととなった。ところが、ヘネス2世は、襲名からまだ4年しか経たない1970年に、突然死を遂げた。FC ケルンサポーターの中には、ボルシア・メンヒ・エングラートバフ派サポーターが、今や、自軍の監督であるバイス・バイラーの名が未だに、旧所属クラブのペットの名に使われていることをうとんで、毒殺したのだ。 という風説も飛んだが、これは FC ケルンが公式サイトで否定し、2世の死因は、牧羊犬に噛まれたことによるものだとしている。この事件があって、急遽三世の襲名が行われて、以降、歴代のヘネスはクラブハウスで飼育されることはなくなり、試合やイベント時以外の日常は、専門知識を持った牧場に預けられることとなった。 ヘネスの預かり主となったビルヘルム・シェーファーは3世から7世まで5代に渡るヘネスを飼育し、名物飼育員としてエネスと共に大いにサポーターに親しまれた。1996年に就任したヘネス7世は10年以上に渡り選手やサポーターに親しまれたが、2006年6月11日、約36年に渡り歴代のヘネスを飼育したビルヘルム・シェーファーが死去した。 その後七世は、シ藩夫人に預けられたが、夫人の高齢と七世自身の変形性膝関節症のために、次第に公式行事への参加が滞りがちになり、その間クラブ史上初となる、ヤギの姿をした着ぐるみマスコットが大役を務めた。七世は2008年5月にマスコットを引退することが発表され、その後2009年3月13日に、 症状の進行に伴い安楽死の措置が取られた。7世の引退が決定した後、公認となる8世の選出のために4匹のヤギが候補とされ、ファンクラブ会員を対象としたインターネット投票が実施された。2008年7月24日に投票結果が発表され、2007年3月10日にベルギッシュグラートバッハで生まれた当時16ヶ月の小ヤギが 約70%の得票率を獲得しヘネスパッセイを襲名することに決まった。ハッセイは同年8月24日のタイアイントラハとフランクフルト戦にてサポーターの前に初登場を果たした。2015年3月8日のブンデスリーがタイアイントラハとフランクフルト戦ではゴールを決めたケロンの FW アンソニー・ウジャーが喜びのあまりへネスパッセイに駆け寄り 角を掴んで前足を持ち上げるパフォーマンスを行ったため虐待との批判を受ける陳事があった。ウジャーは、その直後の3月10日に行われたヘネス8世の万8歳の誕生日イベントに出席し、ヘネスへの謝罪とともに和解をアピールすることとなった。8世も、また、約11年の任期を務めた後に老齢による関節症のため2019年8月をもってマスコットを引退し、 現人の絵、ネス9世が後を継いだ。9世のデビュー戦は2019年8月23日の対ボルシアドルトムント戦であった。ヘネス7世、FC ケルン公式サイトでは、歴代のヘネスについて、彼らの在任中の獲得タイトルなどと共に、紹介している。ABCDEFGHIJKL、ダズ・ベリンスティアで1、FC ケルン。 1>, 1、FC ケルン公式サイト。2020年5月9日閲覧。ABCDEF、ケルンについて知っておきたい5項目。ドイツサッカーブンデスリーが日本語版公式サイト。2018年10月19日閲覧。ケルン FW が、チンマスコットとゴールパフォ披露も、やりすぎた。ソカーキング、2018年10月19日閲覧。AB、 マスコットのヤギの角を掴んだ、ケルン FW が軽く謝罪、少し乱暴だったね。ゴール、コム、2018年10月19日閲覧。スパーバー・アンダース、ウィスンサーツ、スム FC、1、FC ケルン公式サイト、2018年10月19日閲覧。大迫祐也が、ケルンで見せる、新たな表情現地記者の評価と本人が語る、好調の理由。 スポーツナビ、2018年10月19日閲覧。イン・ケルナーズ・ヘンズン・テアベックス。1、FC ・ケルン公式サイト。2020年5月9日閲覧。大葉様と長沢の同僚 FW が見せた過激なゴールパフォーマンス。ハモを呼ぶ。qoly.jp。2018年10月19日閲覧。ヘネシム・アオース・ドイツ・マルクネ・ウエンズス。 1FC ケルン公式サイト2018年10月19日閲覧ケルン大葉様ファン投票でクラブ月間最優秀選手に選出金のヘネス君獲得ソカーキング2018年10月19日閲覧 MHHHHDAE ストアズシーフギガーアンジャン 1FC ケルン公式サイト2020年5月9日閲覧 ゴールを喜びヤギの角を引っ張った、ケルン FW、動物愛護団体から避難、訴えも受けていた。ソカーキング、2018年10月19日閲覧。ケルン FW、マスコットへの乱暴を謝罪し、誕生日を祝う。フットボールチャンネル、2018年10月19日、閲覧。ありがとうございます。